はい、今回の動画は iPhone で通知を LED フラッシュで知らせる方法をご紹介します。で、iPhone を使っていて大事なお知らせなんかを iPhone がロック状態になっていたりとかしてしばらく気づけなくてしまったという経験をされたことがある方も多いと思います。で、iPhone でそういった通知を知らせる方法としては、この画面上にその通知を表示させたりだとか、あとは音で知らせる方法というのもありますけども、やはり音だとですね、気づきやすい反面ですね、外にいる時というのはあまり音を出したくないというケースもあると思います。そんな場合に iPhone では設定を変えることによって LED ですね、カメラとかで使う LED フラッシュのところ、あちらをですね、光らせることによって通知させることができますんで、今回の動画ではその設定方法をご紹介します。それではまずは設定のアプリの方を開いてもらって、画面を少し下に下がってもらうとアクセシビリティという項目がありますんで、こちらをタップします。はい、次にこのアクセシビリティの画面も少し下に下がってもらうと、この聴覚サポートというところにオーディオビジュアルという項目がありますので、こちらをタップをしてください。はい、そうするとここの一番下のところですかね、ビジュアルというところに LED フラッシュ通知という項目がありますので、こちらをタップします。はい、そうするとさらにメニューが出てきて、下のところに消音時に点滅という項目がありますけども、こちらね、今オンになってますけども、こちらをオンにしておくと、その下のところにも説明が書いてありますけども、着信スイッチが消音に設定されている時に LED フラッシュ通知を使用しますということで、通常時は音で通知を知らせてくれて、音を出したくない時ですね、消音に設定している時は LED フラッシュで通知を知らせてくれるという設定にすることができます。なので大事な通知をよく見逃してしまうなんていう方は、この LED フラッシュの機能をうまく活用してもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。